皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなくたくさんのツイン霊を出会わせ復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして、私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。今日はツイン霊男性の奥深い愛情表現を、出会った時から魂の統合後まで4つの段階に分けて徹底的に解剖していきます。ツイン霊男性の真実の愛に触れて、二人の関係をさらに深めるヒントを見つけていきましょう。ツイン霊男性の愛情表現は、二人の関係性が深まるにつれて変化していきます。それはツイン霊の出会いが単なる恋愛ではなく、魂の成長と統合を目的とした特別な出会いだからです。二人の関係が試練を乗り越え、魂の統合へと向かう中で、ツイン霊男性の愛情表現もより深く純粋なものへと進化していくのです。出会った時、魂の片割れと言われている存在に出会った瞬間、一目惚れで恋に落ちることが多いようです。ツイン霊男性はツイン霊女性と出会った瞬間、魂レベルでの強い衝撃と引きつけ合いを感じます。それはまるで長い間探し求めていたもう片方の自分に出会えたような運命的な感覚です。出会ったばかりの頃はまだお互いのことをよく知らないため、一般的な恋愛と同じような愛情表現をするかもしれません。しかし、その奥底には魂レベルでの深い愛情がすでに芽生えているのです。試練期間中のツイン霊男性は、これまでにないほどの葛藤を経験します。自分の思いに正直になりたいのに、世間体や価値観が邪魔して素直になれません。それでも頭の中はあなたのことでいっぱいです。試練期間に入ると、ツイン霊男性は自分の感情と葛藤するようになります。魂レベルでは彼女を深く愛しているのに、現実的な問題や心のブロックによって素直に気持ちを表現することができないのです。そのため、冷たい態度をとったり、突き放すような言葉を言ったりしてしまうこともあります。しかし、それは決して彼女を嫌いになったわけではなく、むしろ愛するがゆえの苦しみから来る行動なのです。サイレント期間は、あなたとの関わりを断つことで、自分自身と向き合いながら依存や執着を手放し、自立心を養い、あなたの大切さを再確認していくための大事な時期です。無償の愛を与えるための訓練が始まったのです。サイレント期間はツイン霊男性にとって最も辛い時期です。物理的に彼女と離れ離れになることで、深い孤独と寂しさに苛まれることになります。しかし、サイレント期間はツイン霊男性が大きく成長するための大切な期間でもあります。この期間を通して、彼は自分自身と向き合い、心の傷を癒し、真の愛を学ぶのです。そしてサイレント期間を経て、彼は無償の愛を彼女に捧げられる男性へと成長していきます。
魂の統合を形や言葉にとらわれず、魂レベルで愛し合うことができるのがツインレイです。魂の統合後は、彼があなたの気持ちや意志を尊重するように変化していき、ここまで来ると、これまでの恋愛とは違うと感じることができます。魂の統合を果たしたツインレイ男性は、真の愛を理解し、彼女を心から大切にできるようになります。彼の愛情表現は、より深く、優しく、そして、力強いものへと変化していくでしょう。それは、もはや、言葉や行動を超えた、魂レベルでの愛情表現です。2. ツインレイ男性の愛し方の特徴は、ツインレイ男性の愛情表現には、他の男性にはない、特別な特徴があります。それは、魂レベルでの深いつながりから来る、純粋で力強い愛情表現です。ここでは、ツインレイ男性の愛し方の特徴をご紹介します。直球の愛情表現。ツインレイ男性の愛情表現には、嘘や駆け引きがありません。それは、あなたにだけ向けられる最上級の愛情表現であるため、彼の愛情を感じて、いつも安心して過ごすことができます。ツインレイ男性は、不器用ながらも、ストレートな愛情表現をします。それは、彼にとって、ツインレイ女性が、唯一無二の、特別な存在であり、嘘や、駆け引きをする必要がないからです。彼は、自分の気持ちを、素直に表現することで、彼女とのつながりを、より深めたいと願っています。一途で深い愛情を、一途すぎるくらいに、一途な深い愛情を向けてくれるのも、ツインレイ男性の特徴です。試練を乗り越えて、魂の統合を迎えた、ツインレイ男性だからこそ、あなたを一途に、愛し抜くことができるのです。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に、一途で、深い愛情を注ぎます。それは、彼女が、自分の魂の片割れであり、この世に、たった一人しかいない、特別な存在だと、知っているからです。彼は、他の女性に目移りすることなく、彼女だけを、愛し続けるでしょう。ありのままの姿を受け入れてくれる、本来のあなたのことを理解して、すべてを愛しているので、たとえあなたがどんな状況に陥った時でも、変わらず愛してくれるでしょう。ツインレイ男性は、ツインレイ女性のすべてを、ありのままに、受け入れます。それは、彼女の容姿や、性格、過去や、考え方、そして、欠点さえも、すべて含めて、彼女を愛しているからです。彼は、彼女を、変えようとしたり、自分の理想に当てはめようとしたりしません。ツインレイ女性を理解しようとする、あなたが今、何が悲しくて、何が楽しいのか、そのすべてを理解して共有したいという、彼の愛情です。ツインレイ男性は、ツインレイ女性の気持ちを、深く理解しようとします。それは、魂レベルで、つながっている二人だからこそ、彼女の喜びも、悲しみも、自分のことのように、感じることができるからです。彼は、彼女の言葉に、耳を傾け、彼女の気持ちに、寄り添い、彼女を、心から理解しようと努めるでしょう。ツインレイ男性の愛情表現は、他の男性とは、全く異なるものです。それは、魂レベルでの、深いつながりから来る、純粋で、力強い愛情表現です。彼の愛情を、しっかりと受け止め、二人で、愛を育んでいってください。この動画が、あなたとツインレイとの関係を、より一層豊かなものにするためのヒントになれば幸いです。